タバコの包装にはすべて健康に関する警告の図案が表示されています。タバコを吸うことで発生する害を知らせるためです。しかし現在の図案はすでに5年前から使用されています。見慣れてしまうと警告の効果が薄れてしまう可能性があります。衛生福利部国民健康省はこのほど、これまでよりもっと恐ろしい警告表示の図案を発表しました。 合わせて8枚タバコの害の例がよりリアルにわかります国民健康省タバコの害防止組のロ・ソエイ組長はタバコを吸う人が1日1箱吸うとすると毎日20回はこうした警告図案を見ることになりますいずれも台湾で起きた実際のタバコの害の写真を使っていますと話しています新しいバージョンの警告表示の図案への切り替えは今年7月から 国民健康省による業者に対する指導が始まり1年間の移行期間を経て来年7月1日から全面実施されます販売されるタバコはすべて新しいバージョンの警告表示の図案を使用することが義務付けられ違反した場合は500万台湾元日本円およそ1740万円の罰金が課されますみんなの健康のために喫煙者はタバコの害をしっかり認識してほしいものです